皆様お待たせいたしました。これより第4回アジア太平洋水サミット開催1年前イベント、ここからは第2部のパネルディスカッションへ入らせていただきます。ステージ上にはもうすべておさらいでございます。まずは私の方より参加メンバーの皆様をご紹介させていただきます。まずお一人目、先ほど基調講演をいただきました東京大学沖大観教授、よろしくお願いいたします。そしてこちら側、熊本市の4つの高校からの参加となります。スクリーン側からご紹介いたします。まずは熊本県立第二高等学校理数科2年宇戸西蓮さんと美術科2年泉真央さんです。2校目、熊本県立北高等学校理数科2年梅崎優太さんと普通科2年片山沙羅さんです。そして3校目、学校法人象形学園象形高等学校普通科一貫コース3年堀内かなさんと普通科特進コース3年秋吉一華さんです。そして4校目は熊本市立必修館高等学校普通科装飾デザイン2年増田ひまりさんと普通科2年西川壮太さんです。以上、高校生は4校8人の高校生が参加いたします。そして上手に戻りまして、大西和文熊本市長にもご参加いただきます。よろしくお願いいたします。そして本日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めていただきますのが熊本大学の渡辺次博特任教授です。それでは私より渡辺教授の略歴をご紹介させていただきます。1983年京都大学大学院農学研究科博士後期課程を研究指導認定退学、その後京都大学農学部助教授、総合地球環境学研究所教授、京都大学大学院地球環境学童教授などを得て、2019年に京都大学を定年退職されました。現在は京都大学名誉教授、熊本大学熊本水循環減災研究教育センター特任教授を務められております。渡辺教授は長年にわたり農業や農村における水利用、地域の水環境に関しての研究をされておりまして、国土交通省の国土審議会委員、水資源分科会会長のほか、国内外の学会長、省庁や自治体の審議会や委員会、国際団体での役職を務められるなど、多方面で活躍されております。そして今回、熊本で開催されます第4回アジア太平洋水サミットにおきましては、合同実行委員会の委員を務めていただいております。それではここからはパネルディスカッション渡辺教授による進行となります。渡辺教授、よろしくお願いいたします。かしこまりました。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました熊本大学の渡辺でございます。今日のこのですねパネルディスカッションの、コーディネーター進行役を務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。今日はもうお分かりのようにこの舞台のメインプレイヤーはこちらの高校生たち、私はコーディネーターなんですが、なぜか今日はこう真ん中に座らせていただいてますが、こちらのお二人はこれもまた申し上げるまでもなく、もう何を言われても何を問いかけられてもすぐにご対応いただける方なので、今日はですね高校生の意見をこのお二人にぶつけ、またこのお二人から高校生に向けてですねいいサジェッションをいただくというようなことがうまく進むように進行したいと思います。で今日のテーマは、改めて水、熊本の水を考える、でそしてそれをどういうふうにこれからしていったらいいかということを来年のサミットに向けて、またその先を考えて国際的な視野をきちんとですね据えながらですね、意見交換ができたらいいなと、高校生のもうパワフルな若い意見を吸い上げることができたらいいなというふうに考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
それではですね、始めるにあたりまして、まずですね、こちらの大西市長と沖先生に改めてちょっと一言お話しいただこうかなと思います。まあ、高校生とのディスカッションを前にしての思いなども含めてお話しいただけたらと思います。では大西市長からお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、それでは改めまして大西でございます。よろしくお願いします。まあ、今日こうして、もう本当に今沖先生のですね、素晴らしい講演を聞いてどうでしたかね。高校生の皆さんすごく勉強になったでしょうね。意外と知らないことが本当に私たちもあって、やっぱり水問題というのが単にこの地下水を守りましょうとか、まあ、節水をしましょうということではなくて、ジェンダーの問題であったり貧困の問題であったりいろんなところにやっぱり発展するんだなと。やっぱりこれが国際会議として来年この熊本でですね議論するっていうのが非常に大きな意味があるなというふうに思っています。まあ、今日は共催のですね日本水フォーラムの方からもですね多数ご出席をいただいておりますけれども、今この来年のこの会議サミットに向けて国土交通省とか、まあ、この関係省庁とのいろんな開催に向けたですね調整準備を進めているんですけれども、まあ、1年後のこのコロナウイルスの感染症の状況というのを予測するとは非常に難しいですね。ですけれども、まあ、やはり安全安心でですねやはり多くの皆さんがぜひこのサミットの開催にですね向けて、そして多くの皆さんがこの熊本の地に訪れていただいてですね、有意義な会ができるようにですね、まあ、これから感染症への対策をですね万全に講じていきたいなというふうに思っています。今日も実は昨日リスクレベルが5になったので、まあ、これ本当にできるのかというようなことがいろいろあったんですが、まあ、今日はまあ感染症対策をしっかり、対応して、やるということでこういう形でですね、今、できています。で、まあ、もう少し喋っても大丈夫でしょうかね。はい、世界にですね、まあ、いろいろこのサミットをやっぱり発信したいということは熊本市長としても、まあ、熊本の皆さんからも、まあ、いろいろあるというふうに思うんですけど、やっぱり一番はですね熊本の水の素晴らしさというのをやっぱり改めて、世界中の皆さんにやっぱお伝えをしたいなというふうに思います。まあ、先ほどアフリカのマリの方でですね水を汲んで、このリヤカーというかでこう押している子どもさんたちがねこう運んでる姿がありました。私たちこの熊本の人たちがいかにやっぱり恵まれてるのかっていうのをやっぱり改めてですね私たちも思いを馳せなきゃいけないなというふうに思ったんですけども、ちょっと熊本の水の特徴である2つのデータをちょっと皆さんにですね簡単に冒頭お示ししたいと思います。それで実は蛇口をひねればミネラルウォーターってこの熊本は言ってます。今ここにある水も、この、もう今ペットボトルではなくてこういうものでもう水道水をですねこう汲んでいるわけですけれども、熊本市のこの水道水のミネラルバランス図なんですよ。でオレンジ色のこのダイヤの線が実は熊本市のひねった水道水なんです。で市販のミネラルウォーターのミネラル分というのは実は熊本のこの水道水よりもはるかに、まあはるかにというとちょっと営業妨害って言われるかもしれませんけど少ないわけです。つまりこのやっぱりミネラル分の豊富なですねやっぱり水をですね、我々はこの水道地下水でですね賄ってるっていうことが本当に素晴らしい。でNHK の出版の書籍でですねこれ熊本の水道水は特級水と言われてます。で普段からですねこの特級水を飲み水としてだけじゃなくて先ほどの炊事ね洗濯お風呂とかですね贅沢な暮らしを実はしてるんです。だから裏の方にも楽屋の裏に自動販売機があってエビアンとかねこう入ってますけどね100何十円するじゃないですか。で1本だいたい500ミリリットルが150円と仮に換算します。そうすると、お風呂バスタブがだいたい200リットルぐらいですから、そうするとだいたい6万円分ぐらいのお風呂に毎日入ってるってことなんですね。で
まあ、6万円のお風呂ジャバジャバこう入ってる。で洗濯にも本当にあのものすごい水を使って水、ね、1日に本当に200リッターどころか200、230リッター、熊本の人たちはジャブジャブ水を使ってるわけですから、まあ、そういう意味ではですね、そういう価値をですね、改めてやっぱり我々恵まれてるんだなっていうね、ことをもう一回あの振り返る意味でも、世界の人たちに、まあ、あの熊本の水は美味しいですよって自慢するだけじゃなくって、その恵まれた水をどうやってやっぱりあの享受できるようになるか、そして世界中の人々が本当にあの美味しいあの水をですね、享受できるようにするためには、やっぱりこの恵まれたこの環境をいただいたこの熊本の方からですね、いろんな貢献ができるかどうか、そういう発信をですね、やっぱり皆さんとしていきたい、というのがまず一つですね。だからこの熊本の水のやっぱり価値をですね、本当にあのアピールしたいなというふうには思います。でそれと同時にですね、まあ、スライド、まあ、2つ目なんですけども、熊本の地下水の流れ、先ほど沖先生の方からも少しいろいろ話がありましたけれども、熊本地域を流れる地下水をこう見える化をするとこういうですね、あのブルーの線で、あの流線図になりますけれども、阿蘇山からこの有明海に流れるこの地下水っていうのがすごいこうね、もう脈々ともう血管よりもすごいもうあの数でこうあるような風に見えますけれども、まあ、こういう流れがあります。それで、まあ、阿蘇山からあの有明海に流れる地下水というのが、実はその流域にある11のですね、右側ありますけれども、11の市町村で地下水を共有しているというのがこれで分かります。つまりあの熊本の水の素晴らしさ、美味しいだけじゃなくて、こういうですね、11の地域でやっぱり守り育んできた、そしてそれを次の世代にですね、やっぱりあのつないできたということが非常に大事だということなんですね。で今こういう連携、あの市町村との連携、今私も地下水財団の理事長をしてますけれども、まあ、いろんな広域的なあの取り組みでですね、この熊本の地下水を、育み、そして守っていくということをですね、その取り組みをいろいろやってるということをですね、ぜひあの皆さんにお伝えしたい。それから3つ目のスライドでですね、これ田んぼの学校とか森林ボランティア活動っていうふうにあのありますけれども、これですね、大津町とか菊陽町の地元の皆さんと共同でこういうものを実施をしてですね、やっぱり、田んぼから水がこう地下にこう浸透していきますので、まあ、そういったことだったり、森林を育むことによって実は地下水も本当あの素晴らしい地下水が育まれる、こういうことを、地域での取り組みもまた世界の皆さんにもですね、その流域だけでなくですね、いろんなところでの活動がつながっていくんだということをですね、お伝えしたいなと思います。まあ、とにかくあのサミットではですね、まあ、あらゆるこの水を取り巻く課題解決についてですね、ディスカッションがされるというふうに思いますが、やっぱり今日お越しの、ね、高校生の皆さん、まさに、皆さんがやっぱり未来のこの熊本をですね、作っていく、本当に次の世代でありますので、やっぱり、このサミットっていうのは、まあ、あの首脳級の皆さんがいらっしゃるんだけど、だけどやっぱりそこに高校生や次の世代になる皆さんがやっぱ関わってるっていうことでね、このアジア太平洋水サミットっていうのが、この熊本の第4回からですね、もっと若いジェネレーション、世代を超えた、取り組みとしてディスカッションしていくことが必要なんだということを、訴える、まあ、そういう機会にもしたいなというふうに思っています。まあ、今日はあの皆さんからもいろんなお話があると思いますので、いろいろ聞いて答えられるのは沖先生の方です。私もまあまあなんとか知ってることは答えますが、沖先生の方にいろいろ聞いていただけるといいかなというふうに思いますので、高校生の皆さんの発表を楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。まあ、熊本の水の状況を非常にコンパクトに改めてまとめていただき、またサミットに向けての熱い思いを改めてお話しいただきました。ありがとうございました。では続いて沖先生、先ほどもうたくさんお話しいただきましたが、改めてお話を伺いたいと思います。いや、もうあのお伝えしたいことはだいぶお話尽きなかったようなことを申し上げさせていただいて大変光栄でしたが、まあ、今の大西市長のお話で6万円のお風呂って話がありましたけれども、あのマイケル・ジャクソンっていう歌手が昔いてですね、あの若い方も YouTube で彼の、 あのミュージックビデオとか見たことあるかもしれませんが、
マイケル・ジャクソンは非常に健康に気を使って、まあ、ちょっと病的なぐらい気を使っていたので、プールの水を、先ほど鬼市長おっしゃったエビアンで入れたという逸話があってですね、もちろんあのペットボトルの水入れたとは思わないんです、多分あの給水車みたいなのでジャブジャブジャブと入れたっていう逸話があるんですが、多分それはまあ数百万数千万一回かかるんじゃないかなと思いますけれども、まあそれと同じことをじゃあ熊本の皆さんはしてるということで、マイケル・ジャクソン並みの豪華な生活ということかなというふうに今お話を聞いていて思いました。で、このサミットに向けてこういうイベントをするということ自体が実は僕は非常に大事なんだと思っています。あの主催者の皆さんにとって会を成功させるっていうその当日が大事だと思われているかもしれませんが、それに向けてなぜこれをやるのか、でこういうことをやりますから、そのイベントをしましょう、あるいはそこに協賛しましょう、で何のためにそれをやるんだっていうことで、いろんな組織の中で会話が生まれて、なんで熊本でやらなきゃいけないのか、何が熊本のいいところがあるのか、それを読むことによって、熊本の何が変わるのかといった議論をすること自体にものすごく意味があって、そういう意味では今日、ご登壇いただいた高校生の皆さんがイベントのために準備をしてきたということ自体が多分大事で、今壇上の方々は多分各高校代表であって、その後ろにはその仲間の皆さんがいるんだと思うんですね。その人たちと準備をする、実はプロセスが大事で、まあ結果はもちろん結果で大事なんですけれども、多分その途中のこれからの1年っていうのが、まあ熊本のためにもなるし、うまくいくとサミットを通じて世界のためにもなるということかなと思いますので、そういうことが、大事かなと思います。で、関連市町村、11市町村で共有しているという話がありましたが、あの水の問題、水をめぐって戦争が起きるっていうことがですね、20年ぐらい前、今世紀になるときに言われたんですね。20世紀は水をめぐる、石油をめぐる紛争の世紀だったけれども、このままいくと21世紀は水をめぐる紛争の世紀になるんじゃないか。で、なってません。なってない理由はですね、水はお互いやっぱりこう常にずっと買い続けなきゃいけないので、その一回裏切ったり抜け駆けをして、その自分たちだけいい面あってもですね、ずっと未来永劫それをやっていくわけにいかないので、結果としては協調してみんなでお互いに譲り合い、必要な時には融通し合いながら使っていった方がうまくいくというのが世界全体として見ると優勢なんですね。したがってこの地域でも、いやうちの地域もっと欲しいんだけどとか言っていう気持ちがあってもですね、やっぱり今後別にある瞬間だけいいわけではなくて、今後100年200年1000年一緒に使い続けていくってことを考えているときには、ずっと反目し合うよりはうまく共通していった方がいいに決まってるわけですね、といったことが世界でも分かってますし、きっと熊本でもそうなんだろうなと言って、今日は皆さんからいろいろ勉強させていただくのを楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今奥先生が言ってくれた、大事だって言ってくれた準備会、きっちり楽しくやってきましたよね。これからですね、高校生の皆さんに話していただこうと思うんですが、実はですね、今日壇上にあの8人の方上がっていただいてますけども、この8人を含めて各高校からですね、全部で20人ぐらい事前に集まっていただきまして、2回ですね、熊本大学で勉強会的なワークショップを開催しました。後でご紹介しますが、熊本大学の田中直人先生にあのコーディネートしていただいたんですが、まずですね、その様子をあの収録したビデオがあるので、それをまず見ていただこうと思います。ビデオをお願いいたします。あ、もう出てますね。ここにありますようにですね、この事前のですね、勉強会ワークショップを熊本の水文化を世界に発信するというタイトルで行いました。ユース水フォーラム熊本の活動の一環として行いました。これについてはまた後ほどご説明します。ではあの続きを見ていただきましょう。お願いします。二十数人に集まっていただきましてですね、グループ別にあの座席に全ての学校の生徒さんついていただきまして、思うように思うところからあの水に対する課題や何を議論していったらいいかっていうのをあのどんどん出してもらいました。1回目はですね、課題を中心に議論したんですが、2回目は何を中心に議論してどうまとめていったらいいかというのを
大学院生にもちょっと手伝ってもらって議論を進めました。随分話が盛り上がりました。でこんな風にしてみんな本当に思ったことをどんどん書いてですね、付き合わせて勉強会を進めていったわけです。最後はですね、どういうふうに何が課題でどういうふうにこう議論をストーリーを作っていったらいいかというのを、いわゆる KJ 法を使ってですね、関連の要素をつなげストーリーを作るというのをまとめました。でそして最後に各グループで発表いただいたわけです。参加された生徒さんも全員が発言されて、見事に分担して上手に発表していただきました。もうこの場に沖先生と大西師匠いらしたら、もうバージョンゼロのディスカッションができたかなというようなふうに盛り上がったところです。皆さんのこの時の関心はどうやったら思いをみんなに伝えられるかというのも話題の一つでした。中心でした。で最後にですね、振り返りのアンケートとして、どんなことが議論のポイントだったか、何をストーリーとして整えたらいいか、いや沖さんや大西師匠への質問なんかをこう考えてもらいました。もうみんなペンが止まらないんですね。もう書きたいこといっぱい、こういう感じのワークショップになりました。来ていただいた各学校の先生や市役所の方からもですね、温かい応援のメッセージをいただいて、非常に盛り上がってですね、このワークショップを閉じることができました。みんな華やかな顔してると思うんですけど、勉強しきった顔かなと思います。ありがとうございました。こうして勉強していただいた後、各学校に持ち帰っていただいて、各学校でも同じようにその勉強会的なことをしていただいた結果を、これから各学校ごとに発表していただこうと思います。じゃあ順番に谷高校からお願いします。じゃあスライドお願いしますね。どうぞお願いします。今回第二高校では水の減少を中心問題として話し合いました。まず左下のグラフをご覧ください。青色の棒グラフは年平均降水量で、赤色の折れ線グラフは年平均水位です。これを見ると年平均水位が年々減ってきていることがわかります。このまま減り続けるといずれ地下水がなくなることがわかります。すると水道が使えなくなり、地下水に依存している熊本市民には大きな影響が出ます。この問題を解決すべく、今の水の現状をもとに話し合い解決策を考えました。2枚目のスライドをお願いします。現状として、現在熊本では地下水、江津湖の水が減少しています。原因は水の使いすぎ、アスファルト舗装などの開発と考えられています。都市化が進み、地下水の源となる雨水が染み込む山林や田畑が減ったこと、アスファルトが増えたため雨水が地下に吸収されず川などに流れてしまうためです。年々降水量も減ってきています。しかし私たちは地下水や江津湖の水が減少していることにあまり危機を感じず、使いすぎてしまうため地下水が年々減少傾向にあります。3枚目をお願いします。では節水を推し進めるために高校生の私たちに何ができるでしょうか。私たちが考えた案は、節水や使えるときは水を使う、水の循環などについてショートムービーを作り SNS で発信する、ポスターを作り呼びかけるなどが挙がりました。また雨水を効率よく飲み水にする機会を作ることに挑戦するなどが挙がりました。また今後学校で実際にやってみたいこととして、節水を呼びかけて実際にどのくらい行動ができたのか、どのような気持ちが変化したのかというものについて生徒にアンケートを取りたいと思っています。次は北高校さんお願いします。
1枚目のフリップをお願いします。順番が違ってますか？ちょっと、はい、じゃあその次の出していただいたら多分順番がひっくり返ってるかな。私たちが世界の方々に伝えたい熊本の水の物語は地下水の汚染と減少、節水についてです。まず汚染について話します。2枚目お願いします。まず汚染について話します。現在はきれいな水のところもありますが、地域によっては工場の薬剤や油の漏洩など他自然的要因によって汚染が確認されています。次に減少についてです。熊本の代表的な遊水地である江津湖では地下水位の低下とともに遊水が減少傾向にあります。調べたところ平成4年には1日に約45万立方メートルだったのですが、平成18年には1日に約38万立方メートルと約8万立方メートルも減少しています。普段当たり前に使っているきれいな地下水がなくなれば私たちは生活が困難になります。私の学校では水を出したまま歯磨きをしたり手を洗ったりしている人が多くいます。熊本の人たちは水はおいしいのが当たり前と感じている人が多いと思います。逆に他の県の人たちは水のおいしさを知らない人がほとんどだと思います。なので皆さんが普段ご覧になられている YouTube に水のおいしさを、すいません、3枚目お願いします。なので皆さんが普段ご覧になられている YouTube に水の美味しさを伝える動画やくまモンを利用した PR 動画を作成し投稿することで、熊本を含む日本全国の人々だけではなく世界中の人々にも伝えることができるはずです。また節水をすることをどうしても忘れがちな方もいると思いますので、自動で水が止まるような蛇口の設置をさせたり、水の汚染を少しでも止めるために日頃から 3R を実践したりしてほしいと思います。水を守るために私たちは日常生活から工夫できることはたくさんあると思うので、一人一人が意識して行動していきましょう。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。次は承継高校が考える水の中心問題は地下水の減少、汚染です。その中で私たちは大きく2つに分けました。次お願いします。1つ目は家庭での水の無駄遣い、そして生活排水やゴミのポイ捨てなどによる水を大切にしようという意識の低さです。私たちはこれに対して解決策を4つ挙げます。1つ目は福岡などでも行われている一定の水の量を使ってしまったら町全体を断水するという断水体験。2つ目は無駄にしている水の量をお金という皆さんがより注目しやすいポイントに換算することで、よりこれからの意識につながっていくと思います。3つ目はカラフルゴミ箱をたくさん設置することです。カラフルにすることにより、これまで以上にゴミ箱という存在を知っていただく。そうすることでゴミのポイ捨てが減ると考えます。4つ目は地下水と他の水を使い分けるということです。私たち熊本県民は約 80% 以上日常の中で地下水を使っています。ですがお風呂やトイレなど他の水を代用することにより地下水の減少を防ぐことができると考えました。次のスライドお願いします。2つ目は山間部にソーラーパネルが設置されたことによる森林の減少、米の生産調節による田畑の減少、さらにコンクリートやアスファルトの面積が増加したことにより水が浸透しやすい土壌が減ったことなどが挙げられます。これに対する解決策を4つ提示します。1つ目は植林活動をすることです。植林活動をすることで水が浸透しやすい土壌を増やすことができます。
小慶中学高等学校では総合的な探究の時間に植林活動を行っています。その結果、地下水に対する意識が高まったと思います。2つ目は地産地消です。輸送費などのコストがかからないので価格を安く抑えることができます。すると消費者は熊本の製品を手に取りやすくなり、消費量が増えれば田畑の減少を抑えることができます。3つ目は農業体験をすることです。農業を身近に感じてもらい、そこで採れた野菜などを食べることによって地産地消にもつながります。そして最後はソーラーパネルの設置場所を変えるということです。山間部にソーラーパネルを設置するのではなく、建物の上にソーラーパネルを設置することで森林の減少を抑えることができます。これで発表終わります。次は筆友館高校お願いします。こんにちは、筆友館高校の西川聡太です。増田ひまりです。本日はよろしくお願いします。私たちはこれまでの2回の水フォーラムに参加する中で感じた課題、そしてこの課題を解決するための提案をします。私たちが感じた課題は、自分たちが熊本の水環境についてもっと周りの人に知ってもらい、水環境を改善するための活動にも積極的に参加してもらうためには情報発信が必要だと考えました。そこで私たちは熊本の水環境と情報発信を中心問題として発表したいと思います。次のパネルをお願いします。まず私たちは SNS、 インスタグラムを使って清掃活動を呼びかけるとどれくらいの人が集まるのかという検証をしました。具体的な呼びかけの内容は、4月18日日曜日、江津湖で午後3時から5時までの2時間清掃活動をするというものでした。今回のフォーラムに参加している4人がそれぞれ自身のインスタグラムのアカウントで予定日までの1週間呼びかけを行いました。1週間の呼びかけの結果は、約40名近くの多くの高校生が参加してくださいました。清掃活動の方は、最近大規模な清掃活動があったにもかかわらず、あちらこちらに食べ物のゴミやマスクなどが落ちていて、水面にもたくさんのゴミが落ちていました。この結果を受け、私たちは以下の提案をします。次のパネルをお願いします。まずはじめに、水辺周辺のゴミ箱の設置数を増やすということです。私たちが清掃を行った江津湖は、ゴミ箱の設置数がとても少なかったと感じました。またゴミ箱が全くない場所には特に多くのゴミがあったと感じました。ゴミ箱が設置されていないことがポイ捨てや水質汚染の原因になっているとしたら、水辺周辺の環境改善が必要だと思います。しかし、ゴミ箱を設置するだけは問題は解決しないと思います。ですから最も大切なのは、ゴミを捨てづらい環境、水環境を守る雰囲気づくりだと思います。江津湖ではみんなが水遊びなどをする整備された場所ではゴミが少なく、広く整備の行き届かない水辺や公園などにはゴミが多く落ちていました。このことから、人々はきれいにしてあるところは汚しづらい傾向があると見受けられたので、常にきれいな状態を保つために継続的に活動をする必要があると思います。継続的な活動をするためには、SNS での活動の募り方を工夫することが必要です。今回、私たちは SNS で活動を呼びかける際、画面にあるボタンをワンクリックすれば、活動に参加するという意思表示ができるようにしていました。これまで、ボランティアの参加には、名前や住所、メールアドレスの入力など、面倒な手続きを踏む必要がありました。
これが活動に参加する意思の妨げになると考え、簡単かつ分かりやすい参加の仕方を作っていく必要があると思います。それだけではなく、 SNS を活用して自動的に情報を提供することも必要だと考えています。なぜなら、人々が活動に参加する前にまずそのような活動があるという事実を知ってもらう必要があるからです。今までこのような活動のほとんどは自分で調べて活動の情報を得なければなりませんでした。しかし、それではいつまでたっても熊本の水環境の活動に参加することも多くの方々は知ることができません。私たちが使ったインスタグラムのストーリーという機能は、私たちが投稿を上げれば自動的にフォロワーの画面に発信した情報が流れていくようになっています。これならばいちいち調べなくても情報を手に入れることができます。このように情報は自然に目につくところに掲示することで多くの人に伝わっていくと思います。これからも私たちは熊本の水環境に目を向けて、 SNS での情報発信を通して水環境を守り取り組みを続けていきたいと思います。また今だけの問題だと思わずに、熊本の未来にもつながる提案をこれからも続けていきたいです。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、高校生の皆さん、本当にありがとうございました。改めてですね、熊本の水を見直して何をしないといけないか考えて、具体的に何をするか、特に情報発信ですね、 SNS を使ったり、出入館はもう具体的なアクションまで起こされて素晴らしいですね。面白いことが進んだなと思います。ありがとうございました。とここまで今伺ったところで、大西市長と沖さんから一言いただくと思うんですけど、高校生からはですね、地下水減少心配みたいな話もありましたけど、そこら辺も含めていかがですかね、大西市長。はい、今皆さんすごく素晴らしい発表をしていただいて、皆さんがやっぱり心配をしてもらった、勉強することによってすごく心配になりませんでしたね。ですよね。私も実際に市長になる前からいろんな水の地下水の保全とかっていう活動、いろいろ議員時代からもしていたんですけれども、ただどのくらいの本当にリアルにね、水が、本当に汚染質として汚染されてるのかとか、それから量がどのくらい減ってるのかということに関してはですね、地下水の全体の量ですよね、やっぱり、市長になって特にいろんな情報を得ることによって知ることが多くなりました。で、今はですね、先ほど少し紹介しましたけど、中流域、白川の中流域とかちょっと上流の方ですよね、の方の例えば田んぼですねにですね、水を張るっていうようなことをやって、それを地下水をやっぱり灌溶しようというようなことであったり、その水源灌溶林といってね、例えば、阿蘇の方に、熊本市がですね、そういう、森林をですね、整備をして、そこに木を植えて、そして地下水を育むというようなことをやってきたんですけど、そういうふうなことをやっていると、実は近年は少しこの上昇傾向にあるんです、水の量自体っていうのは。だから当然減少しているということもですね、あるんですけど、むしろ先ほど少し問題提起されてましたけど、田んぼが例えば減ってきてるっていうことですね。とかそのアスファルト舗装とか、やっぱり開発が進んでいくことによって、地下にやっぱりこう熊本の地下っていうのはいろんな水が浸透するような、土壌があるんですけれども、それがどんどん阻害されていってるっていうようなことがあるっていうことなので、だいたいそういう土地ですよね、田畑とか森林など水がその浸透しやすい土地が、だいたい昭和51年ぐらいと、40年ぐらい前と比べるとですね、だいたい 85% に減少してるということなんですよね。で、特にそのお米の消費量も低下をしている。それから
ね、ご飯もみんな食べなくなったり、まあ、パンも多くなったりいろいろなことがあってますけれども、その作付け面積だとかが減ってくる、それから都市化していくとね、田んぼじゃなくて、まあ、いろいろな施設ができたり住宅が開発されたりということで、やっぱり地下水が育まれる量というのがやっぱりどうしても減ってきているということなんです。だから私たちはそういうことをやっぱりその今 SNS 等々で発信したらっていう皆さんのご提案があったんですけれども、やっぱりそれをもっと知ってもらうということはすごく大事ですよね。リアルな今の現状っていうのを知ってもらうというのはすごく大事かなというふうに思います。それから質のところでもですね、硝酸性窒素濃度っていうのがあるんですけど、これで例えば農作物を作るとか畜産をやるっていうことになると、そういう畜産の糞尿であるとかいろんなものがやっぱりこう染み込んでいって、そういう硝酸性窒素の濃度が高まるというようなことがあったり、それから施肥、要は肥料をまきますよね。だけど肥料をまく時の量もやっぱり 多すぎてしまうと、それが窒素濃度やっぱり高まっていくというようなことでですね、やっぱりそういうふうな浸透していく。だから農業を営んでる皆さんも、それからそういう畜産業を営んでる皆さんも、みんなでやっぱり協力をしながら、それぞれの理解をしながらですね、やっぱりこういう水を守る活動をしていくというのはすごく大事だと思います。だから高校生の皆さんがそういうことを知識としてもまず知ってもらう、それから分かりやすく発信をしてもらう。我々が例えば財団からとか市役所のホームページとか見てくださいって言ってもあんま見ないでしょ。皆さん見る？見ないだろ。今日勉強しようと思ってちょこっと見たぐらいで、多分普段は違う番組見てると、 YouTube とかね、ね、20とかさで、こうね、見てるかどうか分かんないけど、すいません。それでなかなかやっぱり分かりにくかったり、こう取りとっつきにくかったりするんです。でさっきその必要館高校だっけ、ね、の皆さんがやっぱりそのボランティアにこう参加するようにこう、ね、こうクリックできるようにしたとかいろいろ工夫したとかありましたし、やっぱり皆さんの発想でみんながやっぱりこう分かりやすくこうなんていうかな、見たくなるような動画だったりね、そういう SNS の発信だったり、私たちがするよりも多分皆さんの方が得意なんじゃないかなと思うんで、そういうこともちょっと考えてもらって、逆に熊本市とコラボしませんか。もうね、私たちもこのプロの人たちも一生懸命作るんだけど、例えば皆さんのアイデアをどんどん出してもらって、せっかくだったらこういうふうにホームページも作ってもらったり、YouTube とかで発信してもらったらもっと広がりますよとかね、まあ、いわゆるバズるというですね、バズるよっていうことになると、日本中の人たちが、あるいは世界中の人たちがそういうものを見てもらえるようにするっていうのは大きなきっかけなんじゃないですかね。例えばインスタグラムでもハッシュタグで、熊本でウォーターってその横文字で入れるだけで、ひょっとしたら、ね、検索に引っかかる。要は日本語で書いてあっても引っかかりますよね。だからそういうふうなことをやって発信をどんどんしていくとか、やっぱりそういうことが皆さんのアイデアから出てくるといいなと思います。でやっぱりそういう私たちはそういう逆に言えばその、どういう活動を具体的にやっててどういう数字があるのかっていうのをきちっと皆さんにお知らせするとか、ウォーターオフセット事業っていうのは知ってますかね。知らないかな。ウォーターオフセット事業っていうのをやってるので、それぜひググってもらうと分かります。検索してもらうと分かります。地下水を育むそういう、田んぼだったり畑だったりで栽培されたその農産物ですね、これをとか、それからあとそれを食べて育ったその畜産ですねとかをのお肉とかね、そういったものを買ったり消費することによって、使った地下水量ね、お肉さっき、ね、沖先生の話でもお肉ってあんなに水使うのかって思いませんでしょ、皆さん。で逆に言えばそういう地下水を育むそういった活動から
得られたそういうあのお肉とかそういったものを、消費することによって地下水を育む農業も支える、あるいは畜産業も支えるっていうことになるから、みんながこう、まあ、あの持ちつ持たれつというようなことになって波及効果があの広がるっていうのは、そういう取り組みがあるんですよ。で例えばあの牛で言えばエコメ牛っていうですねようなものがあったりとかしますので、そういったものをなんかもう少し皆さんにあの例えばエコメ牛を 100g 食べればあの1000リッターの地下水寛容につながるんですよって聞けばすごくないですか。 100g で1000リッターだよね。とそういうものをみんなが消費するようになれば、あ自分がお肉食べたのが実は長い目でこう見ると地下水管用にこうつながる、しかも1000リッターだと、ね、だから、まあ、女子が何グラム食べるかあれだけど男子の方がもっと食うでしょう、高校生だったら ね。そうするとやっぱり、まあ、1キロ食べればさ、ね、1万リッターということになりますから、だからそういうふうに、なんか自分たちのこう生活にこう少しこう置き換えて、なんかそういう取り組みをやってることも今地下水財団で一生懸命やってるんですけど知らないんですよね、高校生の皆さん。じゃあ高校生の皆さん知ってくれれば、例えばせっかく買うんだったらお父さんお母さんねエコメ牛買ってきて、えどこでそれ売ってんだという話からどん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 こう展開していくんじゃないかななんてね思うんです。そういうあのいろんなあの皆さんの目線での今発表をしていただいたので、それを具体的なアクションとしてどういうふうに、やるのかっていうことがあるかなと思います。それともう一つやっぱり江津湖の話、あの熊本のやっぱり水の象徴というのは湧き水があって、湧水っていうのはすごく分かりやすいと思うんですけど、やっぱり目に見える形で湧いてるっていう意味ではこの江津湖っていうのはこの熊本のこれだけ政令指定都市の70万人以上の人口を要する町であれだけの、まあ湖があるっていうのはですねすごく恵まれてるんです。で一方で私もあそこはいろんな活動の中で掃除をしたり、中に入ってってですねやるんです。で昔は市長になる前はもうカヤックをやってあそこでよく遊んで、そのまんまずっとですね下流までこう漕いで行ってたんですけど、汚いんですよ実は。みんな江津湖は綺麗綺麗って言うけど汚いです。もっと綺麗になるはず、うん、上流の方はね上江津の方はだいぶ綺麗っちゃ綺麗なんだけど、それでもねもういっぱいよく落ちてるのがねビーチサンダルみたいなやつが落ちてますね、うん、あれみんなだから水遊びしてそのまま流れてきちゃうのかなっていうふうに思いますし、あとプラスチックのゴミで言えばやっぱりガリガリ君の袋とかね、アイスクリームですね皆さん食べるかもしれない、あれ結構落ちてるんですよ。であとやっぱり水草とかも非常にね茂ってますから、やっぱそういう意味ではやっぱそういう皆さんでじゃあ一緒にちょっと掃除してみようね、逆に言えば4校でみんなで今1校じゃなくてね4校でみんなで募ってみたら1000人になっちゃいましたとか、ね、そうすると今日メディアの皆さんがたくさんお越しになるので来ていらっしゃいますんで取材がバーッとこう来るかもしれません。やっぱりそういうなんかムーブメントを少し若い世代の皆さんで起こしてもらうといいかなと思います。すみませんちょっと長くなっちゃいましたけど、ね、頑張ってほしいなと思いました。はい、ありがとうございました。もう冒頭から市長に話題と思いを広げていただいて、今日も市長の基調講演の時間も作っとかないといけなかったんじゃないかな。でもさっき市長がコラボしましょうって初めのようにおっしゃったから、もうそれを言っていただいたからもう皆さんのプレゼンも大成功ですよね。で地下水のところはご説明になったけど減少傾向にあるけど、まあ、簡単に言うと大丈夫だけどちゃんとケアして対応するのもしてますよっていう話でしたけど、それをみんなに分かってもらうように今度はやっぱりみんなから振られて高校生やってねみたいな話じゃなくて、もう一回こっちに返してじゃあどうしていったらいいかって話に展開するように後で話を進めたいなと思いますが、いや沖先生にからもちょっと一言お願いしたいと思います。じゃあ、逆に私高校生の皆さんに少しお聞きしたいことがあるんですけど、今回コロナで分かったこといっぱいあると思うんですね。コロナ禍で今日ももっと人とつながってしゃ おしゃべりしたいとか
握手したいとか肩叩きたいとか、なかなかそういうの不自由になって、私たちの普段の暮らしにそういうコミュニケーションっていうのはとっても大事なんだなっていうのを皆さん感じてるんだと思うんですね。同じようにその熊本地震の時に、たとえ数日であっても水道から水が出なくなったっていう経験をした時に、皆さんがどういうふうにその当たり前のように使えてるその状態を、当たり前じゃなくてどんなにありがたいと思ったとか、いや何やってるんだと文句に思った方もいるかもしれませんけども、その辺のやっぱり実感についても お話に混ぜていただいて、アピールするともっといいんじゃないかなと思いましたけど、なんかそういう経験とかでもエピソードはないですか？質問だけど どうですか？後でまたその話詰める時間もあるけど、ちょっと、この間震災経験された中で断水の経験もあるでしょ、みんな。どうですか今の沖先生の質問。いや水運び大変だったとか、いや僕は頑張って隣近所の分全部やりましたとか、数日お風呂に入れなかった。苦労した、はい、じゃあ梅崎さんどうぞ。その家の水のなんか水道が全部止まったわけじゃないんですけど、家の中の水道とかが止まって、外の水道から汲んできて、なんかお風呂の浴槽とかに溜めておくみたいなことをして、そのいつもは普段水道から簡単に出るんですけど、それでやっぱ水は大事だなって実感しました。重いでしょ、しかもたくさんお風呂に入れるのに何回も行かなきゃいけなかったでしょ、はい、なんかそういうのからやっぱりこう少し解き起こしていただいたら、もっと共感も得られるかな、あとしばらくの間はですね、熊本でと思いました。はい、ありがとうございました。またその話後でちょっと続けましょうかね。先ほどご紹介したように、今日8名の方壇上に上がっていただいてますけども、8名以外にも4つの高校から今日は生徒さんに来ていただいてるんです。で先ほどのですね、熊大でのワークショップをコーディネートしていただいた熊本大学の熊本創生推進機構の田中先生にも来ていただいているので、これまでのちょっと話も含めて、またワークショップもちょっと振り返りながらですね、フロアの生徒さんからもお話を伺おうかなと思うので、田中先生10分間マイクをフロアに渡しますので、ちょっとコーディネートしてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、現場の熊本大学の田中ですっていう、そういう感じでやってくださいということでですね、渡辺先生からお話しいただいたんですけど、僕今日本当にみんな大丈夫っていうか、すごいですね、こんな風になると正直思ってなかったです。3月の30日と7月の10日にですね、2回ワークショップさせていただいたんですけど、わずか 半月ぐらいの間ですよね。で、高校生ってこんなに変わるんだっていうのを僕は目にして、すごい今ワクワクしてます。で、こういうワクワクの場をですね、作っていただいた皆さんに本当に感謝申し上げます。で、一人一人がですね、こうやってマスクしながらコミュニケーションしにくい状況でですね、この会ができたこと本当にありがたいなというふうに思っていて、まずその感謝を。冒頭高村さんの方からですね、去年熊本ではやっぱり水害があって、沖先生の話にも水の恵みと水の災いっていうバランスが大事だよっていう話をいただきましたけども、その中でですね、コロナになって、で正直今次高校2年生、一部3年生もいますけども、高校生活僕ピンチだと思ってます。なんか僕たちが当たり前のようにできてたですね、勉強だとか文化祭だとか、そういうところでですね、会えなくなったりですね、楽しみにしてた修学旅行を断念せざるを得なくなった。でそれを僕は諦めたくなくてですね、で今日はここに来てくださっている皆さんと、あとこのフロアにいる皆さんと一緒に2回ワークショップをして、ぜひですね、そこに沖先生とか大西署に来ていただけたら、もっとですね、話は盛り上がりますし、これがあと1年間できるっていうのがですね、僕はすごい素敵なことじゃないかなというふうに思っています。で、実際沖先生から今話を振っていただきましたけど、熊本は多分10年前まで考えられなかったようなことがですね、2回熊本地震とコロナというふうに起こっていて、でもこれはやっぱりチャンスじゃないかな。で例えばさっき沖先生からバーチャルウォーターの話を聞きながらですね、水ってあんだけ循環してるのに
水は運べないと考えてくださいという話があったかと思います。これってすごく禅問答みたいで面白いなというふうに思ってですね。で、皆さんにとって水っていうのはなくてはならないものなんだけど、その水をどういうふうに考えるのかっていうのは実は若い人たちの方が考えやすいんじゃないかなというふうに思ってですね、そのあたりをもっとこう今から練っていくことができるかなというふうに思ってですね、ちょっと実際に皆さんはどういうことを考えてたか、ワークショップではですね、一番最初に、みんなに、熊本の水の魅力と水の問題をどういう問題がありますかっていうのを考えてもらいました。それが1回目でですね、同じ高校生なので4校最初ちょっとよそよそしかったんですけど、みんなこう仲間になっていく過程っていうかですね、そういったものを経験してもらいました。で、最初ワークショップ行った時ってどんな気持ちでしたか？最初は初めて会う高校生たちばかりで話が弾むとか全然考えてなかったから、そのみんなとコミュニケーションが取れてすごいなって思います、ね、すごかったよね。1回目終わった時の感想も教えてもらっていい？始まる前は不安だったけど終わってからはどう思いましたか？もっといろんな話したかったなって。おすごい、もうすごいんですよ、高校生ってですね、もう本当にすぐ仲良くなって、でその後僕振り返りシートっていうのをいつも書くんですけど、そこでもっともっと勉強したいと、でもっとやれるはずって書いてあったので遠慮なくですね、無茶ぶりというか、2回目のワークショップの時の最初に1分スピーチしてもらいましたよね。であれがもうめちゃくちゃ良くてですね、1分スピーチの時に何話したか覚えてる？私は1分間スピーチの時に熊本の水っていう風な題名で、加藤清正の、が、どんな風に熊本の地下水をシステムを作り上げてきたかっていうのを話しました。そう、沖先生が400年っていうんですね、清正の意識した年号をすごい言っていただいたんですけど、でしかも彼女はですねシステムっていう言葉を使うわけですよ。清正の時代から土木の、神様って呼ばれている清正がですね、そうやってシステムをちゃんと考えてた、でそれを市民の皆さんと一緒に作ってたっていうのがですね大事だというような話もしてくれました。でそれをですね、伝えたいということで、もう一部実践もしていただいていてですね、どんどん変わっていってるんですけど、あなたがするんだったらどんな実践をしたいですか？今回その必要館ではその実際に呼びかけっていうのをしたんですけど、その最初はもう4人ともなんかそんな集まるっていうつもりじゃなくて、なんか10人来ればすごい上出来だよねって言って集めてみたら40人も来て、なんか実際にこうやって呼びかけしたら思ったよりも、しかも若い人ってなんかフットワーク軽いからなんかすぐ来るんですよ、みんな来てって言った。なんか当日も友達にその SNS で今日来れるって聞いたら、もう40分後ぐらいにはもう来て一緒に活動してくれた子もいて、こうやって自分自身でその呼びかけ広げていけばもっとできるのかなって思いました。ありがとうございます。楽しかったよね。なんかやっぱりこう多分これが1年間続くと思ったらですね、もう僕は高校生には楽しみしかないっていうか、でもその中でですねいろいろ配慮しなきゃいけないこととかまだまだ学ぶこと、これ完全に個人的な話なんですけど、僕もですね一応学者なんですけど、僕はふるさとは京都でして、僕のテーマは琵琶湖疎水っていうですね、隣の滋賀県から水を運んでくる疎水があるんですけども、それの近代化の研究をしたんですけど、その時の冒頭はですねまさに陰性資源という言葉を実は僕も書きまして、今日沖先生がその言葉を使ってくださったので、もうめちゃくちゃこうなんか親近感というか、でさらに沖先生が熊本ゆかりのですね徳富蘇峰の、陰水、不暴源とか、あと、飲食止水って本当に分かりやすいバーチャルウォーターにつながる考え方を教えてくださってですね、僕もやっぱり楽しかったですし、なんかまだまだ学べることがあるなというふうに感じました。なのでぜひですね、
高校生も今までやってきたことももちろん大事なんだけど、これから先につなげていくときに今っていうのをですね、どれだけ大事にできるか、僕ら以上に多分高校生は今を大事にできるというふうに思っているので、今日ですね、参加してくれたあの皆さんの中で今日また学んだことがあると思うんですけど、今日大木先生の話で一番面白かったことって何ですか？世界の水問題に関してなんですけど、やっぱりなんか水が足りない国っていうのを想像すると、なんか飲み水だったりとか生きていくために必要な水っていうのを私はすごいイメージしてたんですけど、実際にはその文化に関することだったりとか、その心を安定させたりとか精神的なものにも水が影響していることを知って、そこがすごく印象に残りました。はい、どうもありがとうございます。もうやっぱり高校生は世界にこう目が向いててですね、あの僕もその100倍ってなるとさすがにですね、あのすごいなと。でそれを沖先生が上手に文化的に人らしく生きると。でそれはやっぱり熊本が熊本らしくあの生きることの大事さだと思うんですよね。その自然の制約、まあ、あのもちろん地下水があるっていう恵みもあるんですけども、その分、大変なこと、阿蘇が近かったりとかですね、その恩恵と災いのバランスをどうやって取っていくのかっていう中で、沖先生が最後にこうすごいこう美しいスライドというか、あの風景とともに美しい言葉を載せてくださったじゃないですか。あの本当に、雨雪森源泉小川っていうところから始まってですね、最後、洪水があって河口海、そして雲になって循環していくという、日本語ってやっぱりすごい僕は美しいというふうに思います。でこの日本語の美しい言葉をですね、海外の言葉にも通じるように、英語にこう置き換えたりとかですね、国際的にやっていく。先ほど大西市長もウォーターっていう言葉に変えるだけでも、だいぶ違うよというふうに言っていただけたので、そういうふうにですね、世界に向けて熊本の水の物語をですね、伝えていけるような活動をこれから1年間やっていけたらなというふうに思っています。以上です。はい、どうもありがとうございました。いや本当にあの皆さんお聞きになってて分かると思うんですけども、あのきっかけがあったらもう高校生はどんどん勉強して活動し始めるということ で、それに付き合っている私たちも勉強して、大学院生もそうでしたけどどんどん進んでいるということで、あの本当にあの先ほど大西市長も触れましたけど、機会があったらいろんなところにアクセスして勉強してきますし、まあ、すごい展開ができたなと思います。で今あの田中先生の話で、今回だけじゃなくて1年サミットに向けてということですけど、もっと先も考えていろいろ活動していったらいいかなと思ってるんですが、そういう皆さんたちの活動を実は応援するですね、システムをあの作ったんです。で紹介するの忘れち先ほど忘れてしまったので今ここでさせていただきますが、スライドをちょっと映していただけますか。あ、それです、これです。ですね、一番右下にあるんですが、今日のこのイベントの主催者の一つである日本水フォーラムですね、日本水フォーラムが今年の国連の水の日3月22日に左に上にありますユース水フォーラム九州というのを立ち上げました。でこれはですね、この水問題を中心に課題解決のために、まあ、活躍できる若い人たちの活動を応援していこうと、活動する輪を作っていく、発信するシステムを準備していくということを目的としています。で左の方にいくつか書いてあるんですが、まずはですね、高校単位で3分ぐらいの活動の紹介ビデオを英語で作ってもらって、でそれをですね、来年のこのサミットの時に発信してもらうと、そういうのを応援すると。それまでもウェブサイトでいろんなアジアの太平洋の高校生も含めて、そのビデオを通して貢献する、そういうことをしていこうと、そういう場を作りました。でちょっと小さくて見にくいんですけど、あの私その事務局長を仰せ使ってまして、企画統括を田中先生、特に熊本のバージョンは田中先生に中心に活動していただきますが、その関連で右にありますようにユース水フォーラム熊本というのの活動が始まったところです。でこの活動の一環として皆さんと一緒にやったワークショップもね、あの時お話したと思うんですけども、この今回だけの勉強会じゃなくて、このイベントだけじゃなくて、サミットを中心に考えるし、その先もとなると、皆さんや皆さんの高校後輩たちにも
伝えていってほしいなということです。ちょっとご紹介させていただきました。はい、スライドありがとうございました。それではですね、ここからいよいよディスカッションに入りたいと思うんですが、時間が実は限られてて、それでも20分ぐらい時間が取れるかなと思います。で、今までの皆さんの話を伺っていると、3つぐらいちょっと課題を挙げたいなと思うんですけど、1つは熊本の水は本当に素晴らしいか、どれだけ素晴らしいか、でそれを当たり前と思ってるけど、先ほど沖先生からお話ありましたけども、日頃からそれをどういうふうにこう考えてるかっていう、それが一つ目です。でその話はいかにそれを守っていくか、維持していくか、未来に結びつけていくかという話とつながっていると思うんですね。それが一つ目で、二つ目は今度は高校生に限って、高校生は何を勉強したい、知りたい、伝えたい、どんな人と つながりたい、あるいは市役所にどんなことをお願いしたいというのが2番目です。で3番目はサミットの準備のイベントでもありますけど、サミットを中心に考えて、国際的に世界にどんなことを発信していったらいいか、世界のどんなことを勉強していったらいいかな、この3つぐらいちょっと時間限られていますけど話していけたらなと思いますので、そんなふうに進行したいと思うんですけど、まずさっきの実感の話もあります。高校生に伺いますけど、よそで暮らしたことあまりないかもしれない、知りませんけど、熊本の水って特別どうですか。あ、一番最初にうなずいた、西川さんに聞こうかな。特別ですか。特別です。どう特別なの。自分が東京に旅行に行った時に、ホテル のところで歯磨きしようと思ったけど、もう水がなんか美味しくないなと思って、熊本の水がやっぱり一番美味しいです。そうね、スーパーミネラルウォーターが蛇口から出てくるんですよね。他の人どうですか。味の話で蛇口の出てくる水そのものが特別だっていう、そういうこと他にどうかな。はい、はい、じゃあいいですか。じゃあ泉さんどうぞ。私が家族でイギリスに3週間ぐらい滞在した時に、イギリスで水道水を飲んでしまって、すごいなんかお腹が痛くなったりとか、体調面としても熊本の水はすごく安全で飲みやすいですし、お風呂に入った時とかに15分以内に上がらないと家族が全員お風呂に入れなくなるからっていう時間制限があったりとかで、すごい生活の差があって驚いたことがあります。やっぱりそれみんな実感してるんだ。他の人もやっぱり同じような経験ですか。手上がったかな。はい、増田さんかな、どうぞ。あ、私は生活じゃなくて食べ物、熊本はスイカとかトマトとか農作物もとても美味しいのは、やっぱりきれいな水を使って育ててるからだと思っているので、食料とかそういう面でも熊本の水はやはり特別なのかなと思っています。そういう特別なところでマイクル・ジャクソン並みのお風呂の入り方をしてて、で特別なのか当たり前のように思ってる、でもやっぱし当たり前ではないんではないかと最近思い始めたかっていうかなと思うんですけど、その辺どうですか。今うなずかれたのは片山さんかな。当たり前。私は阿蘇出身で、特に水に囲まれてた地域だったんで、ここに来た時にこう、やっぱり水が当たり前にあった地域にいたので、あ、やっぱ特に特別な地域だったのかな、私たちの住んでた地域って特別な地域だったのかなっていうのをすごいここに来て感じました。はい、ありがとうございました。だからやっぱりそういう意味できれいな水があるっていうのはちょっとよそとは違うよということですが、でもそれ簡単に今日の沖先生の講演でもありましたけど、もう黙ってて出てくるわけじゃなくて、水道のシステムがあり守ってる人がいるわけですよね。そういうことは今まであんまり考えたことなかった。
どうですか。蛇口の水は美味しいと思うけど、よそに行ったら気がつくけど、日頃はあんまり考えないで飲んでしまうと。どうかな。沖先生、みんなそのまあやっぱり沖先生の話もあって当たり前ではないということにちょっと気がついているという、しっかり気がついているとこういうことなんですけど、どうですかね。いや、先ほどのご発表で、水を守るには、まあ、いろんな理由があってという話がありました。でアスファルトやコンクリートが増えてというお話もありましたけれども、やっぱりかなり大きく効いているのは減反で、水田の面積が減っているという影響は大きいんじゃないかと私はまあ思っています。そうしたときに冬水田んぼみたいなのを使って、まあ可能な限り水が浸透するようにという取り組みがあるのをさらに超えて、いや地産地消でもっとお米食べたり野菜地元の農産物食べればいいんじゃないっていう提案まで行って そこはいいなと思いました。いいなと思いましたが、世の中いいことばっかりではなくて、じゃあ、他の国からわざわざ運んでくるのにもっと野菜安い野菜がある、あるいは米ももしかするともっと安いかもしれないって言ったときに、つい私たちは1円でも安いものを買いたくなっちゃいますよね。だけどそうじゃなくて、自分が地元のものを食べることが高くても結局は自分のためになるんだと思って行動が変えられるかどうかっていうところが、まあちょっとなんか試されてる感じがしますよね。それを、まあ同じことが水だけではなくて気候変動の問題であったり、あるいは生物多様性の問題でも、そういう自分なんていうか自分だけはちょっとまあいいじゃないかと思いたくなる気持ちをどうやって社会として、みんながそれが当たり前、地元のものを食べて地元の、自然の循環を守るのって当たり前じゃないっていうふうなことがどうやったら、実現できるかっていうところがやっぱり簡単じゃないんだと思うんですよね。ですからそれをじゃあさらに進めて、どうやって地産地消かっこいいじゃんなのか、おいしいからなのか、やっぱり当たり前なの、もう当たり前っていうふうな社会常識にしてしまうっていうところをぜひさらに一歩皆さんで考えていただくといいかなと僕は思いました。最後はご提言だったけど、でも今日の、今日の話もそうですし、前のワークショップの時もそうですけど、水と食べ物の関係、それからエネルギーの関係も随分みんな認識されるようになりましたよね。そういうのをこう連携して考えて、水の使い方もこの本当にかっこいいふうに展開するにはどうしていったらいいかな。今日の話だとなんかみんなそういうことを共有すればいいみたいなところにちょっと話が偏った気もするけど、それ以外になんかどんなこと考えられるかな、どうでしょう。はい、どうだったかな、堀内さんかどうぞ。はい、私たちここに並んでる私たちも、水が流れることは当たり前だと感じていた人間で、だけどこういう水この会議とかに参加させていただくことで水を学んだりとか、水に触れてみたりとか調べてみたりとか、そういうことで私たちも水に、水に関係してみたいとか水のことを考えてみたいと思うんですよね。でそれで一番大切なのはなんかこういうことを体験することだと思っていて、で昇恵高校の中で考えていく中で、やっぱり昇恵高校は環境という授業を使っていて、その中で植林活動をしたりだとか、そういう水やその野菜とかですねに、ちょっと関係ちょっと深く関わっていこうっていう活動をしていて、そこから昇恵高校は、もっともっと水こういうのに参加してみようだとか、そういうことを思ったりするので、まあ、これから、授業の一環として環境とかそういう関わる授業っていうことを、まあ、プログラム化することで私たちはより関わっていけるのではないかなというふうに思います。もうちょっと具体的にどんな授業をしてくれたらいいなみたいなアイデアがあるわけ？そうですね、やっぱり、さっき出しましたけど、私たちはやっぱり熊本市内とかに住んでいたりすると、まあ、森とかその木
が生えているところだったりとか川が流れているところだったりとか自然に触れる機会っていうのはものすごく少なくなっていて、まあ、授業の中で農家さんと一緒に食べ物を作っていったりだとか、まあ、植林もそうですけどそういうのに実際に関わることで私たちはもう少し興味を持てるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。もう2つ目の話題にこう入ってきてるんですけどやっぱし基礎は知ることかな。やっぱ知ることとなると何をどうやったらこう知ることができるのかっていうようなところもあるんですけど勉強の仕方はもう私たちの世代と皆さんと違ってますけどどうやって知なんていうの知ることを進めようと思います。はい、じゃあ泉さんどう。私たち高校生はすごく流行りに敏感でインスタグラムとかでこの商品がいいよって言ったらもう次の日から当たり前のようにみんながその商品を持っているみたいなそういう人の特性を利用してインスタグラムで広めてみるとか TikTok で1分以内の動画で高校生とか大学生とか若い世代がすごい見やすいようにしたら自分たちで選んだものっていうことは結構きっかけとして知りやすいんじゃないかなと思います。きっかけが大事ですよね。そう発信したらまたリアクションがあってまた広がっていくと。他の方いかがですか今の。はい、秋吉さんかな、どうぞ。はい、その SNS で発信するっていうので、インフルエンサーの人とコラボすればいいと思います。歌手とかです。もう具体的にはそうだね。そういうこう例えば熊本出身の有名人の方と一緒にこう植林活動をしたりしたことを広めてもらえばそれに反応する人が世界にも広がると思います。ああ、なるほど。例えば誰。八代亜紀さんとか。あ、そうやったのか。そうですか。はい、ということで大西市長いかが、市役所ではそういう活動されてるんじゃないかなと思うんですけどどうですか。そうですね、水に関してはあんまりそういえばあんまりやってなかったかもしれませんね。そのインフルエンサーというか八代亜紀さんがインフルエンサーって僕はあれだったんだけど八代亜紀さんはすごい影響力がある人なのでコラボのやり方だとすごい面白いだろうなと思うし例えば若い、アーティストの方とかもがその水問題をきっかけにそのファンの人がいっぱいいらっしゃるとそのファンの人はその活動してることに関心を持つからそういうことで知らなかったことを知るきっかけとしてはものすごく大きいかもしれないなと思って今伺ってたので熊本のいろんな大使をやっていただいている皆さんがたくさんいらっしゃるのでそういう方々にお声をかけていくと面白いなというふうに思いましたね。ええ、はい、すいませんでした。ありがとうございました。なんか具体的に名前も上がってきたからなんか進むかもしれませんね。でも私はもうあんまり経験ないから皆さんに伺いたいけどいろんなこと発信するでしょ。で例えば私たちさっき紹介したようにビデオとか投稿しますよね。そうするとやっぱりリアクションがあるけど、まあ、たくさんいいねって言ってもらうと嬉しいけどそこで情報の展開が止まってしまうことはない。なんかこう一回上げたらちょっと一回の反応でそこから先どういうふうにつなげていくかみたいなやつはまた投稿したりして皆さんこうつなげていくわけ。そこら辺はどういうふうにいつもされてるのかな。水だったらどうするのかなという質問なんですけどどうですか。はい、じゃあ増田さん伺おうかな。はい、私たち、まあ、高校生の話になるんですけど自分が投稿したものをもうそれを受け取った人がまた自分の友達に投稿してそしてまたその投稿を見た友達がさらに投稿してみたいな樹形図みたいな方式で広がっているのであんまりそうそう簡単に途切れる情報が途切れることはないんですけどやっぱり誰かが興味がなくなったらそこで投稿は途絶えてしまうので
その投稿が途絶えない内容、なんかもうちょっと高校生に響く内容とか、と面白いユニークな発想とかを組み込んだ投稿だったら、あの情報が止まることはないかなと思っています。はい、ありがとうございます。他の方なんかどうですか、今みたいな情報発信の仕方について。今みたいにこうどんどんこうそういうふうに SNS 使うと広がってきますよね。でそういう中から新しい SNS 以外のところで活動が起こるとか、それから違うグループができるとか、そういうことも期待できますかね。翔慶さんのやった今度この間の江津湖の掃除なんもそういう感じにしてるところもあるけど、どうでしょうかね。進むかな。沖先生、そこら辺のところの経験も終わりかもしれないけど、どうですか。いや、あの焦らないことじゃないですかね。今すぐに広めて、サミットまでになんとかも全部みんなの意識変えるぞとかいうのはやっぱり難しくて、さっき400年って話しましたけど、まあ、400年はかからないと思うのだけれども、私たちの世代はやっぱりなかなか変わらないところがあって、さっき当たり前って話をしましたけど、例えばその、シートベルトするって皆さん当たり前ですよね。で市長も当たり前ですかねだけど私の上ぐらいの世代は車の免許取るときにシートベルトしてなくて、ずっとしないで運転してて、ある時からしろって言われて、やっぱり嫌がる上の世代いましたですよね。そうですよね。だからあのしてませんでしたね、おじさんたち。はい、おじさんたちしてなかったんですよ、こうやってね。で逆に今の皆さんは、例えばゴミ分別で燃えるゴミと燃やさないゴミ分けるの当たり前でしょ。だけどおじさんたちの中には分けるの嫌なおじさんいっぱいいますよね、市長。僕は東京おじさん、僕もおじさんですが、あの東京で生活してた時は、あの川崎に住むといいって言ってて、なんでかしたら川崎の方のあのに行くと、あのゴミ分別しなくていいと。東京だとあの袋を買わなきゃいけないって言ってですね、あのだから東京都内よりは川崎 の元住吉があの辺に住めって言って、みんな住んで、いいよこっちは何でも捨てられるからとかっていう感じでしたね。で昔のテレビを見るとみんなスパッサータバコ吸ってて、飛行機の中でもタバコ吸ってたんですよ。というふうに、でもそれってたかだかね30年40年前の話なので、やっぱり世の中変わるんですよ実は。だから焦らないで、皆さんが今こうだったらいいなって思うのをに向けて、皆さんが多分大人になった時は皆さんが当たり前にしたことは当たり前になるので、変わるんですよ世の中で。変えるし変えられるので、でもよく変わ、いい方向に変わるとは限らないので、そこで皆さんのいろんな勉強して仲間を作ってっていうのが非常に大事かなというふうに思います。すいません、いい言葉いただきましたね。焦らない。でも今日のお話もそうだったけど、できることを一つ一つ身近な人につなげていくっていうのがいかに大事かっていうようなことかと思うんですけど、それだったらできそう。何から、じゃあ具体的にどんなことから始めることになるのかな。 それも慌てて決めることはないかね。あ、どうぞ。はい、梅崎さんどうぞ。さっきあのフリップで話したように、あの学校でペットボトルとかを、あの数人なんですけどゴミ箱にただ放り投げて、そのキャップとかも分別しないで入れてる人とか見て、そのやっぱその時僕はあの分別しないといけないよって言えなかったんですよね。だからそれを学校内だけでもそういう人がいるので、そこからその呼びかけやっていけば、それが伝染していくんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。なんかできそうだね、それならバッチリだな。他いかがですか。もう時間が限られてきたんですけど、ずっとこう熊本や身近なことでしたけど、そういう状況は沖先生の先ほどの基調講演にもあったけど、もう場所によって国によっても全然違いますよね。僕たちがここで今日議論したような、そんなことを考える暇もないっていうか余裕もないみたいなところもありますけど、そういう人たちの存在を考えながらこれからどうしていったらいいかということも大事なポイントかなと思うんですけど、具体的にサミットでね、あの
世界の人が来るし、世界の人とつながるチャンスもあると思うんですけど、そんな時にこんな話を熊本の話伝えたいなっていうようなことがきっとあると思うんですけど、ワークショップでも出てたと思うんですけど、そこら辺なんかアイデアありません？ちょっとのことでもいいから。はい、秋吉さんどうぞ。はい、熊本の水は地下水があるから豊富で綺麗だっていうことだったんですけど、私が勉強した中でスリランカのマドゥというところで、水たまりの水を飲んでしまって、その下痢を起こしてしまって死んでしまうっていう話を勉強したんですけど、この熊本の水のシステムを他国にも、適用できないかなって考えてるんですけど、どうですか？一般的に地下水って世界的に見ると汚いっていうイメージしかないと思います。私の行った国々では割とあんまり綺麗なイメージを持ってる人はいないんですね。で、その熊本のようなあのシステムっていうか、この水の循環のシステムが自然にあるっていうようなところはもう世界中実はあんまりないということなんです。ただ、そのいろんな国地域でもですね、やっぱりその水をどういうふうに、例えばあの今海水をまあろ過して、こういう飲料水にしたり生活用水にしたり、まあいろいろ変えるっていうことはありますけれども、その国々のやっぱりその資源の中でどうやって水のそのまあ循環を作っていくのかっていうのは、あのまあ熊本だけじゃなくて日本のまあいろんな水に関わっている人たち、あるいはアジア太平洋のその水に取り組んでいる人たちと一緒になって、やっぱりそういう地域地域の課題を解決していくっていうのはものすごく重要だから、だからこのサミットで話し合うということなんだろうなと思います。だから今あの疑問に思われたようなことってとても大事なんです。で、本当にだから地下を掘ったらどのくらいで水が出るのかっていうのは、その地域によってわからないよね、やってみないと。で、おそらくだからそういうことでどのくらいの資源がやっぱりそういうあのとか水、まあ、今の山があって、川があって海があれば、おそらくその中にどこかにそういう地下水が育まれる地域があるんじゃないかとかっていうことも、その地域地域での考え方っていうのは多分違うんじゃないかなと思いますね。で、まあ、川でね、もうお風呂に入って、お風呂っていうかお風呂代わりに川を使ってる地域もあれば、アジアの国々本当にだいぶ違うので、その水の使い方とかっていうことについてもやっぱり随分あのその地下水を飲むっていうこと自体がやっぱり皆さんにはあんまりこう信じられない、あるいは水道水を飲むっていうこと自体があんまりこう馴染みがないっていうようなね、あの地域が非常に世界中では多いっていうことなんですよね。だからトイレの水、あの先ほど沖先生が水を流すのの洗浄水のその規制があるっていうことなんですけど、例えばシンガポールとかだと4リッター以下なんだよね、確か。でもトイレ1回流すのに何リッターか分かる？分かんない？6リッターぐらいなんです。ということはトイレ1回分流せないっていうことなんですよ。だからさっきのその便器の話もそうですけれども、やっぱそういう国の違いっていうのをどれだけやっぱり我々も考えるのかっていうのはすごく大事だし、もっと知ってなきゃいけないのかもしれないなというふうに改めて思いますけどね。ごめんなさい、ちょっと答えになってないけれども、でもそうやってお互いにいいシステムが共有できるようになれば、水問題って解決していくのかもしれないなというふうに思いました。はい、どうですか今の。はい、あのこうどっかのいいものどっかよそへポンと行くことはできないけど、今の市長のご説明のように考え方とかシステムとかね、そういう取り組みとか、そういうのはこうよその国でも参考にしていただけるのいっぱいあるので、それをだからサミットでうまく発信できると思うんですが、今の点沖先生一言いただこうかな。はい、いや私もバンコク、タイとの共同研究長いんですけど、バンコクの水道の水は飲めません。で、飲めないんです。皆さんその瓶詰めの水買うんです。日本より安いんですけども、でもその瓶詰めの水を買ってる、バンコク市民が買ってる1年間の、瓶詰めのボトルの水を買うお金をかければ、飲む水、あの水道の水を飲めるようにできるって話があるんですね。だけれどもやっぱりその努力をしないし、みんながそうなると思ってないっていうところあるかもしれないです。 ですからそういう意味では日本のように
当たり前に水道後の水を安心してそのまま飲める、浄水器通さなくたって飲めるっていう状況がどんなに快適かっていうことをやっぱり分かってもらって、うちの町でもそうなるといいなっていうふうにやっぱりその地域その地域の人たちが思うっていうことが大事で、そのきっかけが例えばその来年のサミットであったりするといいんじゃないかなという気がします。でそれは実現無理かというとですね、地下水っていうのはなかなか難しいかもしれませんが、例えば、カンボジアのプノンペン首都ですね、あそこは内戦の復興の時に日本北九州市ですけれども全面的に協力して一から作ったので今でも水道から飲めるそうです。ということはやればできる。で、ただしそれをやっぱり維持管理していって、それがありがたいと思ってみんなで守っていかないとすぐにやっぱりダメになっていくっていうことじゃないかなというふうに思います。すいません、マイクの操作が上手じゃなくて、ありがとうございました。もうだいぶ時間が押してなかなか時間取れないんですけど、だいたい皆さんから いろんな意見いただいたんですけど十分引き出せなかったんですけど、ウトニチさんにまだ発言していただいてなかったかなと思って江津湖で観察してるんだよね、されてんですよね。でそんないつもの活動を今日の話聞いてこれからどうしようみたいなことを思われたことあったらちょっとお話しいただけたらと思うんですけど、どうでしょう。第二高校ではその理数科の探究活動として江津湖の水を指標生物とかをもとにその綺麗さとかを判断してたんですけど、そういうのを体験して発表とかってやっぱ学校とかでしかできてなくて、そのせっかくその活動した結果とかは学校内でしか広めてれてないっていう悔しいところがあるんで、その第二高校のそういう活動をもうちょっとそれこそ SNS とかで広めれたら、その水の綺麗さをもうちょっと保てるのかなっては思いました。はい、ありがとうございました。高校間連携も触れていただいたし、市長も江津湖にはものすごく関心がおありだということも分かったから、なんかいいコラボができそうですね。ありがとうございました。それで来年のサミットに何ができるかというのは沖先生のさっきの話じゃないけど、まあ、慌てて決めなくて1年かけてみんなでどうアピールしていくかを相談して、また市長ともコラボしてやっていきたいなと思います。このパネル締めないといけないんですけど、改めてですね、大西市長と沖先生に一言ずつちょっと最後に感想も含めてお話しいただきたいと思います。はい、本当に会場の皆さんありがとうございました。そして、高校生の皆さんがとても皆さんがそれぞれ積極的に発言してもらったのでよかったなというふうに思います。今沖先生からもお話ありましたけど、焦らないでやっぱりそして今できることをどん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 やっぱり確実に前に進めていくっていうね、すごく根気のいる話だと思うんです、水問題で。だけど熊本の水だってやっぱり、減少してた、質も悪くなってた、だけどそれをみんなが努力することによってやっぱり元に戻すことができる、つまり諦めないでやる、長く継続するっていうことが非常に重要だなということを今日は一緒に学ばせていただいたと思います。まあ、これからも皆さんと一緒に、頑張って、取り組んでいきたいというふうに思いますので、来年のサミットに向けてね、みんながいろんなことを考える、きっかけになるように、そして必ずそういう意味では熊本のこの水をもっともっと長く、何百年後もですね、こう伝えられるようにですね、今の私たちができることを一歩ずつやっていきたいなというふうに思いますので、一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほど田中先生のフロアで、学生さんが精神的なところが面白かったとおっしゃっていただきましたが、サンテグジュペリの星の王子様って絵本がありますけれども、中に水は心にもいいんだよっていうセリフがあります。なのでやっぱり気持ちの問題っていうのは非常に大事だと思うんですね。そういう意味では来年のサミットに向けて、その熊本の水、郷土の水に対する誇りだとか愛着だとか、そういうのを、なんていうか自分の中で掘り起こしていただいて、で周りの友達と共有していただくっていうのが非常に
いいんじゃないかなというふうに今日お話を聞いていて思いました。でもちろん世界各国から来たら実はみんな、私は育ち大阪なんですけど、大阪っていうか西宮っていうところなんですが、琵琶湖のおいしくない水飲んでたんですけど、飲むと懐かしいんですよなので何が一番っていうのはお互い心の中に思って、自分のところの水が一番だと思ってても、相手のことも尊重しっていうことで、なんだけれどもやっぱりその自分の郷土の水に対する愛着っていうのをちょっと育んでいただくといいんじゃないかなというふうに思いました。皆さんまた来年お会いしましょう。はい、大西市長、沖先生どうもありがとうございました。パネルディスカッションもそろそろ締めないといけないんですが、最後にですね、壇上に上がっていただいている高校生を代表していただきまして、第二高校の泉真央さんと、それから熊本北高校の梅崎裕太さんからですね、今日の感想も含めて改めてですね、思っていることをお話しいただきたいと思います。今代表してって申し上げた、代表としてなどと申し上げましたけど、代表関係なくご自身の、お考えをお話しいただけたらと思います。初めは、梅崎さんかな。じゃあ梅崎さんどうぞよろしくお願いします。まず沖先生の講演で、僕はその水に興味を持ってはいたんですけど、そのほとんどが初耳のことで、特に MDGs のことで、その目標を半減するって言ってそれを達成できたことがすごくなんかびっくりして、今行っている SDGs もそのやればそのやっぱその目標を達成できるんだな、できるのかなってちょっと期待が高まりました。であとこの討論会で、その僕は SNS とかそのインスタとかをあまりしないタイプなんですけど、それでなんかみんなからその SNS を投稿することでいろんな人からなんかその広がっていく、情報が広がっていくっていうのを知って、なんかこの討論会に参加してよかったなってすごく感じました。ありがとうございました。はい、ごめんなさい、泉さんお願いいたします。まず本日はこのような貴重な機会をありがとうございました。私は第二高校の美術科で、美術を学ぶ過程で水と文化が切り離せない存在ということを沖先生に伺って、私はみんなが文化的に水を使えるようになれたら、もっと地球上の中でも文化が広がると思うし、みんながもっと幸せに暮らせるんじゃないかなと思いました。今日の講義の内容は高校生の私たちにすごく分かりやすい内容で、これからもこの講義の内容を踏まえて勉学に励んでいこうと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。高校生のお二人から、非常に力強いメッセージをいただいたと思います。サミットに向けて、またその先に向けてですね、水に関わる人たちが、しっかり活動していくと、こういう思いを高めていただいたのではないかなと思います。でこの熱い思いを共有したところで、今日のパネルディスカッションはお開きとさせていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。渡辺教授をはじめ沖教授、大西熊本市長、本当にありがとうございました。高校生の考えた時間というのが本当にね、いろんな発想の場になりますし、いつか大西市長とのコラボの時間があるかと思いますので、メディアに関する立場からそれもね、ぜひ発信させていただければと思っております。第4回アジア太平洋水サミット、来年2022年4月23日と24日の2日間、ここ熊本城ホールをメイン会場として開催されます。田中先生の、ね、お話にもあったように、本当にワクワクした1年間が始まりますので、たくさん考えて、そして本番を迎えたその後10年20年50年100年と新しいシステムができることを祈っております。本日は長時間にわたり、皆様ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして、第4回アジア太平洋水サミット開催1年前イベントを終了とさせていただきます。会場の皆様、そしてパネルディスカッションにご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。